んにちは、ゆうぽんです。今日もね、次の日をプレイしていきたいと思うんですけども、まあ前回はね、まあ、スーパーをね題材とした次の日をプレイしたんですけども、今回は次の日、昭和からの呼び声というものをプレイしていこうと思います。まあこれね、あらすじ聞いてからね見た方がね怖さね倍だと思うので、あらすじちょっと読んでいきたいと思います。母の仕事の都合で急遽祖母のいる田舎へ起床することになった母子家庭の少女。都会に慣れてしまった彼女はどこか居心地の悪さを感じていた。そんな中、彼女の身に徐々に恐怖が忍び寄り、アイムシアンが夏にぴったりな最強のホラーエンターテインメントをお届けということで、春にね今回プレイしていきたいと思います。まあ田舎ということで、田舎暮らしの方気をつけてください。じゃあ早速やっていきましょう。はじめから、うわぁ、なんか出てきた、なんか出てきたよ、なんかいるよね、ここに。警告、いないはずの何かに気をつけろ。それは家の中であなたを見ている。いないはずの何か、この人ってことかな。え、怖ーい。いや、前回のさ、スーパーはなかなか怖かったもん。田舎だったらめっちゃ怖くない？あ、マウスの場合これ、キーボード、私キーボードなので、キーボードでいきますわ。あ、なんかバスに乗ってるね。そっか、田舎に今向かってる途中なのかな、バスで。お、降りましたね、バスから。来ました、うわー、今回もリアル、バス乗り場。じゃあ進んでいきましょうか、早速。はぁ、やっと着いた。長いよな、田舎だとね。都会からってことだもんね。今日からおばあちゃん家の泊まりか。おばあちゃん家ってさ、すごい安らぐんだけどちょっと怖いよね。火の用心。お母さん出張だから仕方ないけど。お母さん出張か。え？なんか今通ったくない？なんかいるよ。やだな、おばあちゃん家。古いんだよね。いやー、この背景の見た目がめちゃくちゃ田舎でね、いいね。私都会よりもね、田舎派なんだよね。いろいろポスターもあって。わ、なんかこことか怪しくない？ここ。なんか通ってるってだから。見られてんだよ。名前なんて言うんだろう、この子の名前。うわ！ばあちゃんか。誰かと思ったわ。のっぺらぼ。いらっしゃい。遅かったな。おばあちゃんですね。でも優しそうなばあちゃんだけど。あ、お世話になります。敬語なんだね。ん？さあ。上がっておいで。お、ばあちゃん行ったわ。いやー、早速ばあちゃん家に入っていきます。え、どういう家なんだろうね。あー、わかる。ばあちゃん家ってこういうさ、人形置いてあるよね。うわ、お邪魔しまーす。あ、帽子取った。すごい。帽子も脱ぎました。うわー、結構古っ。でもなんか通ってんだってさっきから。え？なに？なに？なんでこれ動かないの？これバグ？これバグなの？なんか前に進まなくなった。皆さん、進まなくなりました。ちょっと一回入り直しまーす。よし、ここまで来たぞ。進むかな、ちゃんと。どうだ？進むか。扉閉まります。帽子脱ぎます。お邪魔します。動くか？一回誰か来る。あ、動いた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 。やっぱバグっちゃうんだね、今ね。よかった。ほれ、こっちだぞ。ちょっと福島っぽく行った方がいいかな。動いた動いた。お、ばあちゃんについてけってことだ。うわぁ、こう家の中、しばらく見ねえうち大きくなったな。あれ、東北っすか、ここ。わぁ、これ椅子とか、なんか通ったって。じいさまの葬式の時ぐらいか？そうだな。いやー、ほうきとかもそのまんまだもんな。うわー、買ってしまった。ちっとも顔見せねえのに困った時だけ手負ってくんだな。いや、だいたいそんなもんだよ、なんかばあちゃんとかってね。困った時に頼るみたいな。で、勝手に止めら閉まるん何？僕身長、おい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 、覗いてるぞ、誰か。実家では旅館、実家は旅館でねえで。たまに帰ってくるんじゃダメだ。開いてる開いてる。
構文章で名前を取ると大変だな。うわぁ、母子家庭じゃ大変だね。この絵に書いてなんて書いてあった？いや、すごい洗濯機。なあ、母さんに言っといてくれや。東北ではなさそうだな、なんとなく。言っといてくれやって言わないもんな。あ、夜間の音か？この音は。てか、縦に長いね、やけに、この家。いるって誰？え、これ、孫っ子でも。これも孫なの？ばあちゃん。さあ、晩ご飯にするかね。これ孫なの、これ。これ誰？ばあちゃんには見えてないのか？この女の子。あれ？誰だろう？ほら。じゃあ、孫ではないとことか。いとことかだったら誰だろうなんて言わないもんね。誰？これ、ばあちゃんには見えてないんじゃない？わあ、もう次の日だ。早いな。え、なに、怖い。やっぱあの女の子が、今回のメインの化け物なんだわ。え、もしもし、お母さん？うん。なんか家の中、電波通じなくて、外で話してるの。田舎って大体そうだよな。そうなの。早く帰りたいよ。なんか誰か横切ったぞ、郵便局が。だって、トイレが和式なんだよ。私、あんなの使ったことないよ。まあ、都会住みじゃ和式なんて使ったことないよね。え、洋式って、違うよ、ばあちゃんち和式だよ。え？え？洋式に工事したの？でも。ばあちゃんの声、ご飯だぞー！お、ばあちゃん！ここまで聞こえるのか。バス停からばあちゃんち、まあまあ遠かったぞ。あ、はーい。でもさ、ばあちゃんのご飯って美味しいよね。うん、またね、お母さん。いや、お母さんも心配なんじゃない？ちょっと。早く帰ってきてほしいもんだわ。ちょ、何か変わったものもあるかもしんないよね、次の日だからね。これ、ボーンとかさっきあったっけ？あ、氷だ。うわー、いいなー。アイスクリームとか食べたいな。こういう駄菓子あった。びっくりした！はぁ、あ、やべえのいいのかと思ったわ。な、これ顔に見えない？これ、うわ、待って、キューピー怖い！キューピーめっちゃ怖い！いや、これなんか、こういう反射とかに映るんだろうな。あ、来ないね、まだね。なんもないね。いや、キューピー、こう、キューピー！あの人がね、もうずっと見てるんだろうね、うちのこと。誰なんだろう？もともとこの家に住んでた人なの？またいるよ。これ誰なんだろうね。ということで、おー、ばあちゃん。最初と一緒だな。晩ご飯にカレー作ったぞ。いや、いいなー。ばあちゃんが作ったカレーめっちゃ美味しそう。さあ、上がっておいで。うわわわわわ、すごいスクロールしていくのよ、この子。めちゃくちゃスクロールだよ、これ。あ、いなくなった。え、どういう子なんだろうね。この家の匂い、慣れないな。慣れよう！匂いは慣れよう！頑張ろう！時計は、え、なんかいる！あ、なんか足の色悪くね？あ、ご飯だって。これ誰が喋ってんの？え、誰が喋ってんの？この子が喋ったの？ご飯だってって。誰なの？変な子。気味悪いよね。変な子っていうか。え、なんか足の色やばいって。だえー！こう、覗かないで！いや、怖いって覗かないで！ほんとに！いいよ、カメラ目線はもう！出てくんなよ、もう、絶対に。ひょっこりしてくんなよ！もう、過ぎ去っていくんだから、このすぐの日っつうものは。うわ、なんか飽きそうだな、また。うわ、ほら、また会いたー！誰ー？誰このじいちゃん？おう、おかえり。え、誰？おじいちゃんかな？なんかじいちゃんもやばくない？え？あ、じいちゃんじゃないの？なんかやばくない？頭、腐ってる。めっちゃ失礼なこと言って。なんかちょっとカビ生えてるってような気がするけど。なんだろう。あれ？おじいちゃん生きてるじゃん。亡くなったおじ、あ、待って！仏壇にあったよね、このじいちゃんの写真。あれ？あったよね。え、怖い。じいちゃんやめてね、ほんとに。あ、よかった。じいちゃん大丈夫だ。じいちゃん？まだ止める相手よ、さらに。後ろからついてこないよね、じいちゃん。じいちゃん？なんか喋った？おい、じいちゃんもついてきた！じ
んと女の子ついてきた。え、これどういうことなの？なんか開いたよ、また。誰？うわわわわ、また洗濯が。洗濯、うわ、なんかこうなってる酔っ払いみたいになってる。なにこれ？あ、終わったよ、洗濯が。え、怖いんだけど。ね、ばあちゃん助けて、本当に。この家おかしいよ、ばあちゃんち。果たしてばあちゃんは今まで大丈夫だったのか？ばあちゃん？大丈夫？ばあちゃん？ばあちゃん？どうしたの？具合悪い？さあ、ご飯にするかね。え、なんか調子悪そうじゃない？どうしたの？ばあちゃん取り憑かれてない？めちゃくちゃ元気そうだったのに、急に下向いちゃってる。わ、来た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 、次の日。3日目で、え、怖い家だ！ 3日目でございます。もう3日目から大体狂ってくるから、次の日、つうものはもう。わ、次公衆電話だ。携帯繋がんないのかな？お母さん、おじいちゃん生きてるじゃん。え、だって、おじいちゃん家にいるよ。なんか足音聞こえる。え、誰？え、誰これ？誰これ？牛？死んだって？お母さん、どうしてそんな嘘をつくの？私、お母さん困らしてないよ。ご飯だぞー。またご飯呼ばれたわ。ループだわ、もうこれ。おばあちゃんに呼ばれたから行くね。でもお母さんも謎じゃないじゃん。なんでうちの娘、昨日からおかしなこと言ってるのかしらって。何これ。目撃者を探してます。黄色いレインコート、身長180センチ前後、痩せ型。これはなんか出てくるの、これから。黄色いレインコート、覚えといてある。あ、またおじいちゃんいたね、今。ごめん、気づかなかった。ってことで3日目になりましたけども、カラーテレビ、あ、なんかいろいろ変わってるね。ここさっきさ、かき氷とアイスあったもんね。あ、あ、おじいちゃんと小学生か。相変わらずキューピーはいるんだな。怖いんだよ、このキューピーが。なんかいるくらい、ここに。え、キューピー動いた、今、顔。うわ、怖い怖い。あ、なんか破れてる破れてる、黄色いレインコート。でもまださ、お化けちゃんは控えめじゃない？このスライドだけだもんね、今んとこ。でばあちゃん、下向きばあちゃんだべ。ほら、下向いてんだよ、ずっと。ばあちゃんが。なんで？晩ご飯カレー作ったぞ。また？え、また？でも二日目カレーがね、一番美味しいんだよ。カレーって。なんか一日目も美味しいんだけど、その、染み込んだ後のカレーがね、一番美味しいの。だからカレーってさ、多分みんな、え、待って、ちゃんといるんだけど、次！え、怖い。挨拶しよう、挨拶、挨拶。挨拶しよう、まず。こんにちはって。はじめまして、こんにちはって。こんにちはって。私のこと、見えてるんでしょ。ASMR ですか？え？ね、怖い！変な子。え、変な子。お、なんかついてきてる、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 ついてきてる。私のこと見えてるんでしょ？はい。え？私のこと見えてるんでしょ？見えてるって、もういいって。そう、ASMR みたいなボイス。今から ASMR を始めていきますみたいな。私のこと見えてるんでしょ？やばい。私のこと見えてるんでしょがループ。待って、写真にいるんだけど。また彼か、私のこと見えてるんでしょ？写真に写った。あ、これあったっけ、さっき。一日目。うわっ！ほうき落ちた。うわ、赤赤、おじいちゃん来る、じいちゃん来る。うわー、ゾンビやん、もう。おい、もうゾンビだぞ、もう、おじいちゃん。え、なに、もういるんでしょ。うーわ、いっぱいだ！写真がいっぱいだ！あ、怖い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 、なに、やばいやばいやばい、見てる見てる、しまった。うわ、染み込んでる、染み込んでる、滲んでる、ぼやけてる。開いてしまって、姿見せない、鏡に映ってあんまり見えない。うわー、見えてるんでしょ。わかったって、見えてるって。あ、でも一応ばあちゃん洗濯はやってんだね。
昨日洗濯いっぱいだったもん。ちゃんとやってんだね、ばあちゃん。下を向いてるけど。いや、待って、おかしいって。私のこと。ちょっと待って。見えてる。おかしいって、それなんか、バケツからさ、体どこにあんのかみたいな。やばい。ループ。ばあちゃん、助けて。ばあちゃん、私のこと見えてる？さあ、晩ご飯にするかね。ばあちゃん、私のこと見えてる？ばあちゃん？私はばあちゃんのこと見えてるよ。いや、おかしいって！私のこと、見えてるんでしょう。見えてたら何？うわぁ、続けだけ。白黒になりました、急に。うわもうやだ。もう怖い。私のこと見えてるんでしょってすごい言われた。お母さん、早く迎えに来て、なんか空の色もおかしいしさ。え、待って、バリのスバって何？バスの乗りも逆になってない？昨日のおじいちゃんのこと本当だよ。なんか変な子もいるし、早く帰りたいよ。え、誰って、おばあちゃんちの家にいる子だよ。私と同じぐらいの年の子。うわぁ、やめて！誰って、なんか変な子だし話してないよ。え、そんな子いるはずないって、お母さんどういうこと？やめてー！ねえ、ご飯だって。口パクパクしたらすごい気になるけど。やばい、来たよ。ママ助けてって、ママ助けてって言って。やばい。それじゃあ、呼ばれたから行くね。ね、何だったって書いてあった？何て書いてあった今。あれ？いない。え、なんて書いてあった今。いや、なんかおかしくなってない？バリの巣場になってるからね。いや、これ、うわっ、なんか来そうだな、これ。テレビジョン、あ、でもここは、あ、でも入り口とかは逆になってんな。やばい、いるよ、量産してるよ、女の子が。わ、アイスクリームで、キモいって。で、やばいって、それで。ムーリスクスカイ。やばっ！アイスクリームに生首いっぱい入ったらちょっと買う気うせるよね。やばい、量産してる。この女の子って一体、なる生首なの？ほんとにさっきから。うわ、なんか出てきそう。おばあちゃん！大丈夫？日に日にやばいよ。晩ご飯。おめえの好きなカレー作ったでよ。3日目また？はよう、帰ってこい。え、このばあちゃんカレーしか作り方わかんないの？なんでカレーばっかり作るんだろう。待って。このばあちゃんから見て、この女の子は、このばあちゃんの孫じゃなくて、ばあちゃんが見えてる孫は、あのセーラー服の女の子なんじゃないの？だから結局その子が好きなのがカレーなんだよ。ばあちゃんにはそう見えてるんじゃない？お母さんが好きだったのかな？いや、あのセーラー服の女の子が好きなんだと思う。それか、これがお母さんとか？昔の。これが昔のお母さん説あるくない？おかしいか、でもそれは。うわ、髪の毛いっぱいついてる。髪の毛っていうか人間は髪の毛伸びてんのか。うわあ、時計逆になってる。階段歪んでる。ばあちゃん、どうしたの本当に。ほれ、母ちゃんと一緒に行こうな。ほら、母ちゃんとでしょ。この母ちゃんの娘なんだじゃん、あのセーラー服の女の子。母ちゃんって。そういうことだぞ。孫として見てない。自分の娘だと思って見てるんだ。おめえは子供の頃、変なものが見えるって言ってたな。うわあ！やばい、学装が。うわあ！やめて！家の中に知らない誰かがいるとかや。めっちゃ黙っちゃった。
じゃあこの女の子も見えてるってことかな。うわ、めっちゃボロボロなんだけど。何おじいちゃん、母ちゃんには見えねえで、信じてやれなかった。え、どういうこと。え、でもこれ、おめえは就職してそれっきりこの家を出ていっちまった。やっぱお母さんのことじゃないこれ。違う、母ちゃんを許してくれやなあ。この子のお母さんのこと。え、おばあちゃんも私をお母さんと間違えてる。ほら、ってことはじゃあセーラー服の女の子がこの子のお母さんなんじゃないの。でも家の中の知らない誰かって。やめて。私のこと見えてるんでしょ。誰なの。また言ってきた、私のこと見えてるんでしょって。なんて答えてあげれば喜ぶんだべ。うわわわわわわめ、量産されてる。私のこと見えてる。ねえ、待って待って、いいって見えてる。私のこといいって。4人目。うわぁ、何か落ちてった。落ちてったよ、なんか誰か。ばあちゃん助けて。もうばあちゃん、ばあちゃんもスライドしてってる。うわうわうわ、さあご飯にしような。これどういうこと。結局この子のお母さんと、この子のお母さんのお母さんとお父さんとお母さんの子供の子なんだよ多分。学生の頃。違うの、誰なの。早く自己紹介して。うわ、かわいそうこの子。え、何これ。次の日、僕最後ぐらいかなこれ、もしかして最後。うわっ、最後だね、最後だね。おお、何、なんかカチャカチャやってる。多分最後なのこれ、最後の日だな。バグったまた。でもこんな固まる。え、ここで固まる。え、ここで固まるってことで、初めからやっていきます。やばいわ。よし、皆さん、ここまで来ました、やっと。まあ、大変、もう固まるだよ、絶対に。もう次固まったらもうやめるからな、ほんとに。もうやっとここまで来た。ここで固まったからね、おーおーって顔で。もうやめてよ、ほんとに。ダメだよ、固まっちゃう。頼むよ。頼むよ。固まんないでね。その次で固まんないでね。ここで固まった。おー、いた。クリア。クリアしました。ひとまず。よし。進んだ。もうやだ、ほんとに。二度怖さを味わったわ。もう。多分ここがラストなのかなと思うけど、うわ、めっちゃボロボロ。お母さん、早く迎えに来て。もう帰りたいのに、ずっとバスが来ないの。お願い。もうわがまま言わないから。うわ、バス停やばくなってきてる。え、お母さん？昨日迎えに来たの？え、家がなくなってるって、何言ってるの？別の世界に来てるってことだよね。私、ずっとおばあちゃん家にいたよ。早く迎えに来て。あれ？何もないのに、エアー電話やってる。私、何してたんだっけ？うわー、もう異世界に入ったな、これ確実に。家に帰らなきゃ。うわ、これどういうことなんだ？しかもバス乗り場もやばいしね。そりゃバス来ない。トンボも止まってる。時間が止まってるってことじゃん。え、おじいちゃん石になってる。え、どういうこと。なんか日本国旗になってる。え、待てよ、なんか昔になってるのかこれ、もしかしてタイムスリープっていうかさ、めちゃくちゃ昔に行っちゃってるんじゃないこれ。だってさ、時は進んでないのに、いや、なん異世界に入ってるのにさ、飾ってるものはめちゃくちゃ変わってるじゃん。
どういうことなんだこれ。うわー、なんかまたおったが、おー、また川がいる。相変わらず川は乗ってるんだな。逆再生か。うわ、待って、手がやばい。手がいっぱいなんだけど、なにこれ。掴まれちゃうんじゃない、大丈夫。え、なんかおかしくなってるってばあちゃん、どういうこと。ヨデツアーが、キューハー、パー、今日。今日は、配給があったでよ。逆になってんだけど。ご飯食べようよ。ご飯食べようや。逆になってる。え？なに？なんか変な格好でやばいって言った。ばあちゃん、今なんて言ったの？おかしいってさっきから。私のこと見えてるんですよ。お前まで逆になる必要あったか。うわ、やばい！髪の毛が、てか色が。おばあちゃん、笑ってる？ほんとだ。なんで？でもあの笑い声、何かおかしい気がする。悪魔みたいな笑い声だよ、おばあちゃん。どういうこと？わわわ、自分の顔持つなって。なんで自分の顔持ってんだよ。見落とすな、自分の顔を。大事にしろ、もっと。わかったって。うわ、喋ってる、生首が。もうやだ、もう出ようよ、早くお母さん、迎えに来ても。え、てか、おばあちゃんおかしくない？そんな笑うことある？うわ、手形が。もこさん、もうあれじゃない、もともとの家の、なんかあれ、面影なくなってるくない？じいさま、生きてたが。え？会いたかったの。え？どこにいるの、じいさまが。え？まだ連れてかれちゃうじゃん、ばあちゃん。え？あ！石になった。え、どういうこと？じいちゃんが連れてったってこと？え、じゃあ私も連れてかれるくない？じゃあここにいたら。え？じゃあうちはさ、じゃあこの女の子に連れてかれんじゃない？うわ、飾ってあったやつが、ぶら下がってる髪の毛で。え、じゃあおばあちゃん、え、なに？え、なに？誰？え、じいちゃんじゃん。連れてかれちゃう、連れて、おばあちゃんじゃん。おかえりえり？おかえりか。え、なに？おかえり。ばあちゃん？なんか、石の、わわ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 、なんだ？うわぁ！じいちゃん？なんでこんな石ばっかりなの？え、待って。女の子の形が残ってる。うわぁ、また覗いてきた。覗いてる。覗くぞ、多分ここに。来た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 や。覗くぞ。もうついてくるぞ、もうこの穴だから。私のこと見えてるんでしょって。沈んできました。こんな飾る必要あった？君の写真。君の写真ばっかりだよ、なんか。すごいついてくる。そこに燃えたいのか？そこに燃えたのか？か、え？そこに燃えたのか？そこにもいたのか？あ、そこにもいたのか？誰が？そこにもいたのかって何？ここにいるけど。え？この世界にもいたのかって言いたいの？あ、やっと話せるんじゃないこれ。話そうよ。ねえ。話しかけました。おばあちゃんたち、どこに行ったの？お、ちゃんと話そう。襲わないで、襲うの禁止。襲うの禁止。昭和に引きずり込まれたの。昭和に引きずり込まれたの。なんで？え？ってことはさ、私たちも引き込まれたんじゃないの？昭和にじゃ。今、なんて。あ！
調和に引き込まれちゃった。名前も知らずにいなくなっちまった。いや笑うなって笑うなって怖いって。私のこと見えてるんでしょ。しっかり見えてます。私のしっかり見えてます。見えてるんでしょ。あっせー私のこと私のこと面白くなってきた。え、やめて。私のこと見えてるんでしょ。見えてますって。唇がもう色がうわ色がやばい。え、結局誰だったの、あなたは。ここの登場人物、ばあちゃんとじいちゃんとお母さんしか出てない。女の子と女の子の名前知らない。なんて名前だったんだろう。え、トンボが止まってるでしょ。結局あれなのかな、時間が止まって昭和の世界に本当に引きずり込まれちゃって。でも昭和の世界なんて今ないじゃん。ないでしょ、昭和の世界って。だから石ころになっちゃったんじゃないの。え、でもなんであの女の子も昭和に引きずり込まれないといけなかったんだろう。謎だな。しかもお母さんとかもさ、そうだけど。いやー、でも面白かった。つぐの日今回も最高すぎる。いや、おぞかし要素がね、もうたくさんありすぎてね、怖かったね。もう次いつ来んのかっていう恐怖と。いや、でもちょっと謎が多いね、これはね。いやー、あれでしょ、結局田舎は怖いよって言いたいんだろうね。確かに田舎って怖いもんな。でさ、和式の話あったじゃない、最初らへんに。え、洋式に工事したはずだよって、ばあちゃんちは。どん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 、次の日じゃなくて、前の日に戻ってるってことなんじゃないの。工事した日に、今はさ、一番最初の一日目はさ、洋式だったかもしんないけどさ、もうどんどん、時が、もう前に進んでいくとともに、和式になっちゃってんだよね、もう前に進んでるってことで。だからさ、公衆電話も、最新のさ、クリアボックスから、ちょっと変わってたじゃん、昔風に。どん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 、もう前、昔に行っちゃってるから、この子も、引きずり込まれちゃったんだと思うよ、やっぱり。あ、時計戻ってる、ここは。あ、あの女の子の帽子じゃない?これ。あの女の子の帽子だ。うわ、もう。うちさ、スーパーにも行けねえ。カラオケにも行かねえ。もう、田舎にも行けなくなるわ。こんな怖くて。びっくりした。終わりました。うわー。なんかですね、コメント欄を読んだ時に、なんか別のバージョンでも、つぐの日、なんかできるって聞いたのね。前回のさ、つぐの日は、なんか青い世界に入ってのつぐの日だったじゃん。なんだけど、これはまた別のね、世界に入ったつぐの日も見れるらしい。はい、まあ今日はね、ここで終わりたいと思います。まあ、つぐの日、昭和からの呼び声というものをプレイしたんですけども、まあ、まだまだつぐの日シリーズたくさんあるので、まあ、このつぐの日めちゃくちゃ面白いよってものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで、あとで前回のスーパーの方のつぐの日もぜひ見ていただけると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぽん!